政府の答弁が混乱しています。従来の法解釈は検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用しないというもの。先週この見解を維持しているかを問われた人事院は、現在までも同じ解釈を突き続いているところでございますが、従来の法解釈を現在も引き継いでいると答弁していました。しかしその翌日、安倍総理は、検察官の勤務延長については国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたところです。法解釈の変更を明言。今日改めて政府の先週の答弁との整合性が問われました。現在までも同じ解釈を引き継いでるっていうことにならないでしょ。2月12日のこの答弁を撤回されますか。現在という言葉の使い方が不正確でございました。撤回をさせていただきます。現在まで解釈をしてきたというのは、現在というのは1月22日までということです。重要な見解がいとも簡単に撤回されたことで委員会はストップ。なぜこんな間違いようもないことを言い間違えたんですか。なぜ核心部分の答弁を間違えたのかを問われると、つい言い間違えたということになります。